どうやって僕がいつも新しいレシピを作ってるかを皆さんにご披露したいと思います。おやしがあるか豚バラのスライスがね期限が迫っているんで、これを合わせた中で今までどういう味付けやってきてなかったかなっていうのをやっていくのがこのやり方なんだよね。細かく刻みましょうか。ちょっと焦がしっぽくしたいですね。もやしをチャーハンに入れる場合は長いから、もやしはね半袋分ぐらい、だってバッキバキに折る、こんな感じ。バター、豚バラ、塩一つまみ、お醤油、お醤油ベースだったらお酒一杯、おそこ今年半分ぐらい。でここにご飯入れる。味の素1、2、3、4、5、6、7振りぐらい。砕いたもやし、醤油とオイスターソースってすごい相性がいいから、で、胡椒、小ネギとかね、あればガリバタもやしライス、完成でございます。